今回は皆さんコツコツゴールデンウィーク中はやっていたであろう、このオールスター感謝ガチャ引いていこうかなと思います。で、良いキャラ来ていただくために、まあ今日はいつも通りタンポポ並べてきましたね。まあ今回はタンポポに祈りを捧げていきましょうってことで、で限定も一応最先端の限定、そうね、ヤクモも出るし、長期も入ってるし、メモリーも入ってますよってことで、多分全ての限定が出る可能性があるみたいな感じにおそらくなってんじゃないのかなってことで、まあこれいつもだったら感謝白ガチャだから石使わされるけど、今回は感謝してくださいガチャなんで、はい。いや、石を使わないもんね。いや、珍しくマジで感謝してね、欲しいねガチャなんだよな。はい。まあ、火消しガチャとも言われてるけど。いや、さすがに火消しはないでしょうって、私は思ってんだけど。いや、でも、モンストニュースで何も触れられてなかったのは、ちょっと疑問点のございますね。あ、ベガ。これね、私意外とこのキャラ重心化したら気になってるんですよね。地雷ドレインと、あと、ダメオン地雷だから、ワンチャンカルニベ適正とかになったら、まあ、生まれ変わったらすごいかな、みたいな感じになってるかな。なので、まあ、こんな感じで引いていこうと思います。いや、感謝してからじゃねえじゃん、だから、限定一体はマジで出てほしいね。よし、じゃあ次は、まあ、今流行りのアッカーマンに来ていただきました。で、これもだから、10連ガチャ特玉でやって、いや、1回ぐらい。いや、これ、やっぱ無料で、感謝してねガチャだから、いつもの、私たちがオーブ使って引く感謝ガチャとは違って、なんていうか、私記憶だとこの、オールスターで石使って回しても、ろくな結果になった記憶がねえから。いや、特玉で引かせてくれ、え？あれなんか、ガチャの出る枠すらも同じですけど、バルキリーはちょっと私触れることねえわ。あ、でも今回の、超究極で使えたっていう話結構見かけたような気がするね、このキャラ。じゃあ次は、エドワード、並ばさせていただきました。いや、実を言うとね、貴族生のワンパンキャラってミカサが初なんですよね。だから、まあめっちゃいろいろね、いや、ミカサワンパンやん、貴族生初やんって言われてたんですけど、まあ今の時代だと、タイバニもいるわ、仮面ライダーもいるわ、まあエドワードとかもいるわで、意外とダメをブロック系統のキャラとか結構いるんですよね。まあ地雷対応は仮面ライダーと、あの、高杉&桂&銀時、このキャラしかいなかったはずだから、意外とまだ地雷のワンパンは需要あるんですけど、いやでもこれから増えそう。え？は？あれ？なんかこの枠は出るっていう、なんかあんのかな？で、まあ、とりあえずロバーツはあれだけど、不要って確か、あー、微妙いか、飛行か。これはまあ、不要はまだちょっと重心化回避でどうなってもなんか強くなる未来があんまり見えんな、これ。拒絶スパバレか。じゃあ最後、タイガー&バーナビー。これ、いやでも本当に、え、マジで、え、いや、多分、これ、火消しなんだから、いや、皆様に、あ、火を消させてくれるんだな、みたいな。火を消させてくれるんだな、みたいな。結果も出るんだぞっていうところを皆様に見せたいな。どうっすかね。やめろ、9番目にガチャゲン出るのだけはマジでやめろ。9番目に出るのだけやめろ。いや、それもやめろ。